エブリンチャンネル、さあ始まるよ。しむらん、じゅうなん、はい、おはようございます。エミリンこと松美です。さあ今日なんですけれども、私人生で一度もできたことないことがあるんですよ。逆上がりなんですけれども、逆上がりにはすごい嫌な思い出があって、忘れもしない小学4年生の頃、担任の先生に逆上がりはちゃんと練習したら絶対にできるから、はい、だからやろうって言われて、クラス全員で全員逆上がりできる状態になろうみたいな、そういうなんか熱い担任の先生だったんでね、うん、私もその言葉を信じて10分休みとかお昼休みとか放課後とか休みの日とかも本当に毎日逆上がり練習したんですよ、はい、できなかったんですよ。でも、はい、嘘じゃんと思って、はい、担任の先生に嘘つかれたんですね。めちゃくちゃ頑張って努力したのに逆上がりができなかったって。それ嘘ですかね。嘘ですよ。毎日ちゃんと練習したら絶対にできるようになるって言ったんですよ、担任の先生、はい、毎日ちゃんと練習したんですよ、うん、休みの日まで。でも私は人生で一度も逆上がりはできたことがないです。なるほど。ってことは矛盾。ってことは担任の先生は嘘つき。結構嫌な思い出なんですよね。でもやっぱり帰りから逆上がりやってみたいなって、うん、私思った。今 YouTuber だから最大の筋力を使って最高の講師を今日は用意しました。用意していただきましたですね、はい、田中理恵さんです。平林先生かと思いました。やばいじゃん。平林先生の逆上がり授業はやばいですよ。腰上げる腕握る超有名な体操のオリンピックの選手で。逆にいいですか、オリンピックの体操選手ですよね。はい、逆上がりいいんですか。教えてもらえるならなんかもう華やかなクルンクルンクルンみたいなやつとかやりたいですけど。ビル・ゲイツにエクセル教わるみたいな感じいい例えだな。今日あの会場も田中理恵さん側で用意していただいて、舞台はもう整いすぎてるぐらい整ってるんですよ。あとはもう本人のポテンシャルがどこまでいるかっていうので、はい、じゃあ今日の企画は逆上がりできるまで帰れませんできるまで今日帰りません。不安っすわ、これは。早く帰りてえなーと思うかもしれないんですけど、はい、できるまで帰りません。本当ですか。はい、でも人生でできたことないから、もしかしたら人生終わるまで帰れませんってなるかもしれないっていうはい、というわけでいきましょう。こんにちは、よろしくお願いします。田中理恵先生です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日私人生で一度もできたことがない逆上がりを教えてほしくて、本当に恐縮なんですけれども、もう本当にプロ中のプロの大先生に今日は逆上がりを教わりに行くという動画です。はい、絶対できるように私も頑張ります。教えてください、私の逆上がり。今日私逆上がりできるまで帰らないつもりでやらせてもらうのでよろしくお願いします。頑張りましょう。理恵先生お願いしますよろしくお願いします。すごい、あの多分あれですよね、一番大きい。そうですね、大きい説ですよね。多分初めて大きい説ですお願いします。はい、頑張りましょう。はい、でも本当に普段から運動全くしないので危ないかもしれないです。頑張ります。いかにもニヤニヤして悪いです理恵先生悪いです。お腹触りました右です。あ、右、じゃあ右を、はい、右を右を、おお美しいそう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 、お腹使って上げるときにこの腹筋をしっかり使って勢いよく、そう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 、これ10回。はい、あ、すごい柔らかい、あ、すごい柔らかい、チいい感じらしいですよ。大丈夫です、負けません。じゃあ次は、はい、まずこうぶら下がってみてください。これがまずできないです。3秒くらいぶら下がる。はい、せーの、1、2、3これ、あ、すごい全体重ですもんね。1回いきます、はい、1、2、3、わかんないです。1、2、3、うぅ、どうしよっかな。持ってらっしゃいますこれやばいです。手がめっちゃ痛いです。腹筋とかにあるんですか。腹筋じゃないです、多分支えれないんですよね、体の重さを。手が、そうなんです。先生が困ってる。困ってますね。想
想像以上って言ってます。そうですよね。だって毎日逆上がりして練習したのにできなかった女ですから。そうそう、ね、困ってますよね。あれですよね、 ORZ の絵文字の形ですよね。本当終わったです。じゃあちょっと見てみよう。逆上がりをここで挑戦してみてください、はい、でも本当にポイントは逆上がりをするときにできるだけ体と鉄棒近くにして足を振り上げる。足を振り上げる、ここが大事です。はい、でこの時にここに振り上げるっていうよりかはこの足を振り上げたと同時にもう床につけに行くイメージ。へぇ、こっからここ、うわぁ綺麗、ギュッてここを頑張ってほしいの。あとできるだけお腹と鉄棒を離さない。こうみんなこうなっちゃって、はい、そう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 、今全然この右足が振り上がってないので、はい、右足をこうやって振る練習してみる。はい、でまず足を引く、はい、2、2、3、3。ここに嫌いな人がいると思っていいと思う。嫌いな人を思いっきり、なるほど、蹴って蹴っていいんです。イエーイって蹴っていいですね。嫌いな人のこと、了解です。あ、そう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 、ごめん、もう一回です。せーの、そう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 、あ、待ってくださいね。え、なんすか、思いっていました。え、思いっていました。思いちっちゃい声で思いって、まさにびっくりしちゃいました。思いってどうしようかな、違う方法にしよう。補助をしない、補助をしない、重いからかな、重いからかな。あ、あー、なるほど。こういうやつ、小学校にありました、ありました、ね、でも私あれを使ってもできなかった。驚異の女です。お、すごいすごいすごい、なんとなくこんな感じ。初めて鉄棒で回る経験をしました。すごい甘い、甘い優しい、足がプルプルプルってました。初めて回りました。でも体操競技は勇気を出すことと何もかも全部思い切ってやることが大事なので、はい、思い切って足を振り上げる。了解いたしました。止まってしまうのは服装、それはいいんですか。はい、気合い入れました、はい。勇気とスピードらしいですよ。勇気とスピード、ディズニーを次の次回作品みたいなテーマなんですか。必要なのは勇気とスピードだった。ディズニー最新作エミの鉄棒物語。おお、すごい、回れました。すごいスムーズだった。めっちゃすごいやん。教え方がめちゃくちゃうまいです。超イメージしやすいんですよ。すごい先生がすごいと思います。ただし手のひらが弱いかもしれない。だんだん力が入らなくなってきました。上げる、止まらない、足を振る。必要なのは勇気とスピードだった。エミリーの逆上がり物語、略してエミ坂。次でいきます。おお、一回休憩しよう。手がめちゃくちゃ痛いのと、うん、なんか分かんなくなってきました。結構限られてる気がしてきました。できる時間がこんな手にガタが来ると思わなかった。どんどん力が入らなくなっているのが分かっていて、手痛いですもんね。特に怖いので握っちゃってるんです。急って、ああなるほど。本来体操選手って絶対握ってないんです。引っ掛けてる状態なんです。じゃあ自ら手を痛めつけにいってる人ですね。ラスト3回ぐらいを今日の私の演技とします。あれ、できるまで帰れません。逆上がりできるまで帰れません。ラスト3回ぐらいを今日の私の成果とします。できるまで帰れます。ラスト3回ぐらいを今日の私の成果とします。逆上がりできるまで帰れませんだったんですけど、できるまで今日帰りません。不安っすわ、ね、これはエミリーさんが言い出したんですけど、逆上がりできるまで帰れませんって言ってみたっていう動画です。じゃあしょうがないですね。略しちゃいました。あ、そうだったんだ。歌ってみたとか流行ってるじゃないですか。そうですね、言ってみた怖いですね、これが流行るのが。10キロ軽かったらできてますって。へえ。この細さになるのは 何キロ台になるんですか。私は意外と筋肉もあるんで46キロとかあります。40キロないのかな、正直思いました。そうですね、細すぎて。一緒ぐらいですよね、身長。ここ18ですよ。じゃあ同じ人間だけどこの体内に眠る脂肪にまず20キロの差があるって思ったら不思議ですよね。でもちょっともしかしたらちょっと3回できないかもしれないです。レベル来てますね、結構ガタが。豆ってよりはヒリヒリします。体が元気なんですけど手が悲鳴を上げてる感じです。柔らかいんで可愛すぎる。今日唯一褒められた気がします。はい、確かに。OK です。今日もうこの1回を今日の集大成にします。あれ1回？この1回を今日の集大成にします。でも頑張る。絶対にできる。もう一回いきます。あ、どうぞ。ダメだ。
今ね本当にロックしてるの感じました。自分でも痩せていきます。じゃあ最後に足を上げると同時にも返しちゃって、クッて上げるだけ、返しちゃって、はい、よく終われましたね、今ので。ちょっと本当にお願いがあります。55キロになったらもう一回来ます。あ、嬉しい。来させてください、リエ先生。 OK です。それはもう本当にもう約束します。55キロになったらもう一度ここに来させてください。ちょっと待っててください。わかりました、先生。いつ来るんですかね。やば。まあ1、2年言ってまだ10キロあるから1年、いない。家の近くに公園あるんでちょっと練習します。なんかおすすめ練習法ありますか。これがないってだったら足をできます練習の方が難しい恐れありますけど見たことないやつでしたもの。了解いたしました。でもマジで教え方めっちゃ上手かったです。これあっても現役小学校4年生の猛練習した時代できなかったんで、子供とかは軽いのでスピードとかつけたらできちゃうってなるんですけど、大人が頑張ってやるってなると大人がやる方が難しいところです。難しい。だからすごいチャレンジすることは素晴らしいと思います。ありがとうございました。というわけでリエ先生でした。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。